東福岡はいつの頃からかこう呼ばれるようになった。赤い彗星。一体どういうことなのか、サッカージャーナリストに聞いてみた。今はいろんなチームが4-3-3をやったり4-4-2をやったり4-2-3-1をやったり、結構それって世界のサッカーに影響されることが多いんですよね。そういうのに影響される中、東福岡だけはもうそういうのを影響されずに、ずっとどんなにメンバーが変わっても同じスタイルで伝統としてやっている。で、今年もそれでやっている。それがもう東福岡の強みでもある。強さの秘密その2、伝統のフォーメーション。4-1-4-1っていうね、後ろから言うと68メーターのこの幅をですね、最大限やっぱり使うっていうこと、サッカーは。はい、これが東福岡伝統の4-1-4-1。鍵を握るのは両サイドの選手。このフォーメーションから展開されるのがピッチを広く使った攻撃。正確なロングパスで相手の手薄となったサイドを突き、チャンスを作る。そして時には手数をかけずに前線へ素早くボールを送る。華麗で流れるようなパスワークで相手を切り崩すスタイルが赤い彗星と呼ばれるゆえんだ。30メートル、40メートル、50メートル離れた味方に対して正確なパスを送り込むか、しかも速く。これができないと東のサッカーって成り立たないんです。そしてそれは練習から意識づけられている。実戦形式の練習でも、さらに選手たちにはより高いレベルも求められる。狭い局面の中できちっとパスを出す、パスの質を上げる、やっぱりもうちょっとデリカシー。受けた選手が次のプレーに移りやすいパスを要求されている。こういう回転をかければ、こういうパスで綺麗に相手が打ちやすいなっていうところで、そういうところで気遣いになりました。高い意識を持っての練習、その成果は着実に現れている。ゴールの起点となったのは、相手を引きつけた上での後方へのダイレクトパス。空いたスペースに飛び込んだ味方へ再びダイレクトでパスを送る。トラップの間にキーパーの位置を確認し、ループシュート。早い状況判断と正確なパス練習のなせる技だ。やっぱり基本ができてないと応用もできないし、やっぱり相手がやりにくかったり、自分たちのスタイルが合わなかったりしたら、もう基本に忠実にしっかりボール回して攻撃してっていう風に冷静になってやんないといけないものがあると思う。伝統のフォーメーションを生かす徹底した高いレベルのパス戦術、それこそが勝利の原動力となっている。今でこそ強豪と呼ばれる東福岡だが、これまでには苦難の道のりがあった。強さの秘密その3、苦い敗戦の記憶。昭和54年、1979年に初優勝して全国大会に初めて出場したっていうのはこれなんですよね。ここからが本当に東福岡のスタートでした。実は冬の選手権初出場から日本一まで20年近くかかっている。まあやっぱり一番最初にできた時っていうのはね、こんなこと言っちゃなんだけど、結構、悪そうが多くて、まあ危険な雰囲気がありましたね、いろいろとね。サッカーやる前の部分がね、もうすぐだよ、まだまだ十分できてなくて、かつては昼休みにまで練習を行うなど、がむしゃらにサッカーに取り組んだ。
全国大会で勝ち進むことはできなかった。94年ようやく選手権準決勝に進出。ところが初の国立の舞台で思わぬ結果が待っていた。東福岡高校初の国立となった94年の高校選手権準決勝。全国大会の常連長崎県代表の国見高校に0対8とまさかの大敗。東福岡は屈辱的な形で全国紙を飾った。あの時やっぱり国見強かったですよね、正直言ってね、結構僕も負けず嫌いになってね、08で負けたっていうことに対してきっちり返してやろうという気持ちがありましたから。勝ちたいという思いが東福岡を変える。選手たちは打倒国見のため練習に明け暮れた。そして屈辱の敗戦から4年、選手権で国見を撃破し、その勢いで初優勝。この年高校サッカー史上初となる3冠の偉業を成し遂げた。しかしあの時の屈辱は今も選手たちに伝えられている。石田先生はいつも、口癖のように、このくらいでいいだろうというプレーはするなんて言われてますけど、やっぱりその言葉を常に頭に置いておきながら練習できてるんで、緊張した中で成長できて。屈辱の敗戦から得た勝利への執念、あの挫折があったからこそ今がある。互いを高め合う熾烈な競争、高いレベルのパス回しを可能にする伝統のフォーメーション。してもやっぱ仲間がいて、やっぱまだサッカーしたいな、またサッカー次の日も一生懸命やりたいなっていう気持ちはありました、ね、同学年の中心に。推薦員を送るのは270人もの仲間たち。苦楽を共にする彼ら一人一人の思いがレギュラー陣を支え突き動かしている。日本一の仲間との絆こそ最大の強さの秘密。東福岡高校サッカー部、いざ高校三冠に挑む。